レイジさん喜んでください。誰でも簡単にできてすぐに100万円が手に入る最高のバイト見つけてきました。一応聞こうか。じゃーん、5億年ボタンです。それ散々ダメって言われてるやつだろうが。ブヒャー、円満解決、エンマちゃん。なんだレイジさん、知ってたんですね。お前本当に俺のことバカにしてるよな。でも悪くない話じゃないですか。このボタンを押すだけで100万円ですよ。けど確かその代わりに何もない空間で5億年過ごさなきゃいけないんじゃなかったか。はい、でもそこでは食事や睡眠などは一切必要ありません。ただぼーっとしてればいいんですよ。しかも5億年経ってこの世界に戻ってきた時には全ての記憶が消えるので、ボタンを押したら一瞬で100万円を手に入れたように感じるんです。どうです、やってみたくなりませんか。じゃあお前がやる。絶対嫌です。5億年って地獄の景気レベルですよ。そんなに長い時間何もない空間で一人過ごすなんて正気の沙汰じゃないですよ。おい、まあそういうことならこのボタンは元の場所に戻してこい。俺もお前もやらないんだからいらないだろう。こんな美味しい話を見逃すなんて私の本能が許しません。攻防戦。バイトに行くだけなのになんでエマがついてくるんだ。まあまあ。あ、レイジさん車が。危ないからこっち側を歩いてください。え、ああって、うわぁ、し、あと少しだったのに。エマ、レイジさん、バイトバイト遅れますよ。ありがとうございました。今のうちに商品補充しておくか。これください。はい、今行きます。あぶねえ、レジのボタンと一緒に押すとこだった。惜しい。たくエマのやつ、帰ったらジャーマンスープレックス決定ってまだやんの。あ、くそ、かわいいな。どこから見つけてきたんだよ。レジさん、もういい加減押してくださいよ。押すわけねえだろ、このバカエマ。バカって言う方が大バカなんです。イエイ、ブークブーク。シンプルな悪口うぜえ。5億年スタート。あー、しまった。5億年ボタンを私が押してしまうなんて。でもまあ私エマですし、もともと長い時間生きてるので普通の人間よりは耐性がありますからね。最も辛く苦しいとされる無限地獄の景気349千年に比べたら5億年なんてあっという間です。エマはまだ分かっていなかった。5億年ボタンの本当の恐ろしさはその長さではないということを。暇ですね。ただ寝てるのも飽きてきました。この空間がただ無限に続くということをエマは最初から理解して確かめようとすらしなかった。でも動いて疲れたくないし。そうだ、100万円の使い方でも考えましょう。というよりただの怠惰だった。まずは競馬。いや、100万の賭け金があるならラスベガスのカジノにでも行った方がいいんでしょうか。死んで使い切る気満々か。大変なことに気づいてしまいました。5億年ボタンの時給が 0.00002 円ということに。もう立ち直れません。そこまで無意味な時間を過ごしてるなんて。エマは確かに時間に対する耐性があった。しかし何もすることがないということが俗っぽいエマには苦痛で仕方がなかった。仕方ありません。こうなったら私の冴え渡る頭脳を駆使してこの世の娯楽という娯楽を全て味わい尽くしてやります。エマは妄想にふけるようになった。そして脳内でギャンブルに熱狂したり、食べてもいないお菓子の味を感じたり、自分で作った漫画の続きに感動したりして、50年ほどの時間を潰した。いっけー、お前に100万突っ込んでるんだぞ。おいエマ、またそんな無駄遣いしてるのか。え、レイジさん、なんでここに。ほっといたらお前が全財産使い尽くすからだろうが。ほら帰るぞ。帰る、帰れるんですか。私ついに5億年を。あれ、やっぱりまだだったんだ。私ここでどれくらいの時間を過ごしたんでしょうか。もう1億年くらい過ぎてるかな。それとも2億年。まさかまだ100
100年も経ってないなんてことは。もう無理、無理です。誰か、誰かと話したい。話せなくてもいい。動物でも植物でも何でもいいから、私以外の何かが欲しい。出ないと気が狂いそうです。いっそ気が狂えたら、気が狂うことができたなら楽になれるのに。この空間ではそれすら許されない。エマは正気の状態で1秒1秒を嫌というほど味わいながら長い長い時を過ごした。エマは言葉を放棄し、思考を停止することで限りなく続く時間の波に身を委ねた。それでも時折自我を保とうとする本能から、誰に届くでもない叫びを上げる。エマは唐突に我に返った。何でしょう、今何か頭に映像が浮かんだような。これは私が作り出した妄想、それとも本当に起きた出来事。何これ。そしてまた途方もない時間が流れ、ついに5億年の時が過ぎた。帰還。やったー、100万円ゲットです。おお、本当に出てきた。で、やっぱり5億年のことは何も覚えてないのか。5億年。そういえばこのボタンはそういう仕組みでしたっけ。何にも覚えてません。まあ5億年なんて最も辛く苦しいとされる無限地獄の刑期349件年に比べたらあっという間ですからね。そうか。でももうボタンを押そうとか思うなよ。当たり前ですよ、自分で押そうなんて思ってません。さあリーチさん、押してください。一瞬で100万円ですよ。だから俺に押させようとするのもやめろ。お金欲しいな。チャンネル登録者増えたらな。チラ。登録してくれたらな。チラチラ。